はい、どうもギニーです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンチカッシュやっていきましょう。ということで、はい、ということで、今回は何なのかっていうと、次なるフェスゲンのキャラクター、皆さん気になりませんか？俺もめちゃくちゃ気になる。皆さんはどんな予想されてますか？俺の予想はですね、今まで、今日までは、そうなんです。フェスゲンのキャラクター、ヤソップとラッキールーが来るのではないかと予想しております。はい、赤髪海賊団がやはりフィルムレッドで活躍したっていうのもあって、はい、それが出てくるのではないかと思っているんですが、昨日ですね、2万人達成生配信をしている時に、ある視聴者さんの方が、この言葉を言ったんですよね。エンマゾロ、来るくないですかと。エンマゾロ、可能性あるくないですかと。本当にありがとうございます。俺は気づかなかった。全然気づかなかった。なんて言ったって、やっぱりアニメにリンクしてることがあるから、アニメでエンマゾロが活躍してることがなかったら、出てこないでしょ、というふうに思ってたんですね。そしてフィルムレッド関連だから、いやいや、さすがにエンマゾロはないでしょ、というふうに思ってたんです。もう本当にね、頭でっかち、そう、ずっとノー、ノー、ノーっていう形でいたんですよね。ただ、そこで目が覚めました。本当に目が覚めたんです。エンマゾロの可能性、めちゃくちゃ俺はあると思ってきました。はい、それがですね、はい、フィルムレッド、ここからはですね、ちょっと少しばかりネタバレが含んでくるので、皆さんね、ネタバレが嫌な方、フィルムレッドまだ見てない方はですね、まあ俺も見てないんだけど、はい、もう見てない方はぜひともここでシャットダウンしてください。はい、そうなんですね、フィルムレッドの時系列は俺は全然わかんないんだけども、まだ見てないからね、はい、わかんないんだけども、なんとですね、そこでゾロが持っている刀、エンマなんですよね。やばくねと、ここよここ。そう、そしてなんでゾロが来るかという話なんですけども、前回俺予想したのは、今ナミとチョッパーが工場キャラクターでこちら、来てますよね。はい、でこれが13日で終わりなので、まだまだ工場シリーズは俺は続くでしょということで、トレクルの表紙から消去法としてゾロとサンジが工場として出てくるのではないかと、はい、いうふうに考えてて、そしてそれを動画にしてたんですね。はい。ただ、なんで俺はフェスゲンに頭を入れなかったのか。もうずーっとヤソップラッキールーって言ってたから、もう俺の頭の中ではそうなってた。ただ、その方の視聴者さんが言ってくれた通り、エンマを持ってるんですよ、刀をってなった時点で、いや、めちゃくちゃあるじゃんって思っちゃって。もう絶対に明日動画にしますっていうことで、今回動画にさせてもらってます。はい。そうなんです。フィルムレッドのゾロ、エンマを持ってるってことは、今までシャンクスも映画キャラ、ウタも映画キャラ、フィルムレッドのルフィも映画キャラ。ってことは別にネタバレうんぬん関係なし、出してもいいじゃんっていうことになってくるんだよね。はい。ってなったら、エンマの可能性も出てきませんか？っていうか、出てきたらクソ熱くねっていう話なんだよね。はい。皆さんどうですか？いやいやいや、本当に、マジで皆さん2万人、ありがとうございます。はい。昨日生配信、長時間、本当に皆さんお疲れ様でした。本当にありがとうございます。そう、ちなみに本当にケニー、今、2万人達成しました。ありがとう！はい、ということでですね、もうこのテンションでエンマを出せ、クソ運営ということでですね、はい、やっていきたいと思います。はい。皆さん的にはこの考え、どうだと思いますか？はい。消去法としてもゾロの可能性は今後このフィルムレッドの関係であると思うんだよ。で、それがフェスなのか工場なのかって絞られた時に、確かにゾロを工場で出すのはちょっとなと、弱いゾロなんて見たくないっていう声はたくさんある。前回の動画を出した時もゾロの弱いやつは見たくないです。じゃあフェスで出しちゃおう。そう、そしてエンマも持ってるからエンマゾロを出しちゃおうということに繋がってくると思うんですよね。これマジで本当に俺マジでフェス楽しみになってきた。はい。もう本当にね、興奮してマジで本当にやばいです。はい。もう皆さんね、この興奮が伝わってくれて、エンマゾロ皆さんね、期待して待っていこうじゃねえかと。はい、いうことで、今回こちらのドゾロ、はい、使ってですね、ちょっと頑張っていきたいと思います。それでは、行きましょう。レッツゴー！はい、それではですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、今日もシャンクスが元気ですね。はい、まあ頑張っていきましょう。さあ、こっ
から飛んでくるかな、これワンチャン飛んできそうだよね。さあ、あ、スキル使ってないから飛んでこないね。オッケーオッケーオッケー、スキル2だったわ。さあ、でここで俺は当てる、 Go to heaven 1080ポンドホー来ましたね、シャンクスまあ狙われるのは分かってた。さあそこ、オッケー、ナイスで1、あいいで決まる。あーさあで、よしよしよし、大丈夫大丈夫大丈夫、よしよしよし、100のシャンクスに負けん負けん負けん、勝ってこそどころよ、最強の剣士は俺だ。さあ1、あー回避戦、あーくそ、あースキル、あいやまだいけるまだいける、全然いける、うん、スキル1ももうたまる、吐き切れたね、チャンス1、オッケー、詰めて詰めてからのスキル1、あ最強、はい、いや最強、ああそこにもいますね、どうぞ、あコントロール SS です俺いや気持ちいい、いやもう十分だわ、シャンクスに生きる、でかいでかいでかい。さあここヤマトね、あ一発、あーオッケーオッケーオッケー、カウンター怖いな、1、ええ怖いな。さあうわ後ろなんか来とるわ、うん、うわー飼い犬か、いやーこれはちょっとさすがに詰んだから、いやー怖え、ちょっと待って、うんーで赤犬、オッケー1、よいしょで抜けた、で1、あー回避間に合うんか。さあでとりあえずもういけ、もうどうせ死ぬこれは、あーまあここまでと、いや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 、タイマンカテテの援護の1080ポンド、めちゃめちゃ気持ちよかったです。はい皆さんこれドゾロいけるなこれいけるなドゾロ。さあとりあえずこっちの旗を抜き抜きしての、さあ右側も任せましょう、うん、シャンクスいっぱいなんでね。さあでまあここブースト来てるからみんな落とされるだろうな、うーんまあここ平和に抜いていきましょう、誰も来ないんでね誰も来ないマジで、うん、さあまあとりあえず2本、うん、まあ確保した。さあそこちょっと間に合うかな、いやさすがに間に合わんな、うんまあちょっとシャンクス頑張って1枚でも引きつけておこう、おお何や何や、さあ危ない、よいしょ、ああオッケーオッケーオッケー、ああそれはでかい、ナイスナイス、うんでさあ真ん中取れるね、オッケー、うんいいよいいよいいよ、でよいしょ、んでライブ発見、あ3発目の方が、あースキル1出たね、でかい、さあもう少しでブー、あー俺いいよ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 、ここはいいここはいい、うん、よ2枚来てる2枚来てる、よしここはオーケー、さあ取れちゃうねと、さあそれでブーストもう一回、まうわ、いやーちょっと待って、歌帰ってくんな、いやー帰ってきたかー、いやー守りきりたかったな、いやきついか、うん、いやいや、カウンターが最後成功ならず、オッケー、ありがとう。まだまだシャンクス2体じゃ満足せん、もっともっとキルさしてくれと、ああいうことで2体いますねシャンクス。さあこれは運ゲーの1080本の方、はいもうこれは当たりませんまあこれはでも将来将来、うんで、あとりあえず武装かなっとくか、とりあえず怖いしね、うん、さあで上は、あー上とりあえずどっか行った、あちょっと待ってこれ石の剥がしてあげよう、うん、よし頼む2人でやろうこれは、あーしょ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 、いやナイスナイスナイス、ありがとうありがとうありがとう、二人でやれば歌も怖くない、うーんでもうちょっとでやるから、はい一発 OKOKOK ナイス、おーわーやっぱりシャンクス飛んでくるね、怖いね、うーんで、あーで、あーオッケーナイス、あー無敵合わせられた、うめー無敵綺麗に合わせられちゃいましたね、うん、いやわしはまだドゾロでいく、まだキルをしとらん、キルをさせろシャンクスども、うん、でこっちのブースト来るからね、さあここでちょっとね1キル2キルぐらいちょっと頑張って持っていきたいねシャンクス、うん、さあ当たれ、おいしょはいオッケーさあさあさあこれ強いね、さあもう一体いるねここに、さあいけるか、うんとオッケーいけるいける、あ飛んでったやばい、ちょっと待っていける、よしよしよし、あオッケーブーストの火力が降りすぎる、さあもう一体いる、んでよいしょオッケーナイスで持ってきます、オッケーよし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 、削ってけ削ってけ削ってけ、んでさあここあー無敵、あー無敵になってるか、んでここオッケー、さあこれで決まる、あれえあれ今目の前にいましたよねあれおかしいなおかしいな、んで1、はいオッケー、いやーよろけ向こうは強しと、はい
さあここで一掃されていく。ただまあちょっとさすがにヤマトで行って、ちょっと上守ろうか、下はシャンクス行ってくれるからね。まあちょっと上ブースト中だけちょっと頑張っていきたい。でよいしょ、怖い。でここオーケー、ナイス。でいや真ん中はしゃあないしゃあないしゃあない、もう一回ブーストくるからね、頑張ろう。よいしょよいしょ、でよいしょ、うわー、これは避けなか、これは避けなか。さあオッケー、いや無敵あるか、いやいや、あーくっそー、もう一回やったな。さあ最終局面ドゾロ、まだまだキルしたいシャンクスを、行きましょう。さあ真ん中取れる、でかい。さあ上にシャンクス2体いるね。さあここを合わせていける、オッケー。さああと1体、いやーちょっと待って、いやいける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 。さあ無敵使った、これジャスで入ろう、ここオッケーで決めてしまう、オッケー。いやミリだったけど、お互いミリだったけど、これはナイスキル。さああと真ん中守るだけ、いける、ナイス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 、オッケーオッケーオッケーナイス。はい、ということですね、終了でございます、ありがとうございましたと。はい、ということでまあドゾロでね、ちょっとちょろっとリーグ行ったら、なんか意外にちょっとシャンクスタイマンとかね、ちょっとやれちゃったりして、ちょっとあの個人的にめちゃくちゃびっくりしてます。はい、シャンクス環境でちょっと使ったの初めてなんですけども、意外にやれたね、意外にやれてちょっとびっくりしましたね。はい、まあなんでね、まあ今回ちょっと俺フェスゲー新たな予想としてちょっとエンマゾロを上げていきたいと思いますので、まあ皆さんね、次なるフェスよかったら一緒に楽しみながらね、まあ、当日ね、俺生配信すると思いますので、エンマゾロちょっと期待してね、一緒に待っていけたらなというふうに思います。はい、ということですね、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということでバイバイ。